武井テリコ天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあちょっと配信がずれてますが、今日は11月14日、月曜日でございます。僕は、11月13日大阪道頓堀、ザザというところで呼び込みライブ、5回、舞台に出てきて、でその日泊まって朝一で、帰ってきました。まあ結論から言うと、僕の愛すべきニコルが天国へ行きました。ですね、ねえこれ、いろいろ落ち着いてからこれを撮ってるんですが、まあね、こんな個人的なこんなことをでこんな状態で お見せするのあかんのちゃうかと思って毅然としようと思ったんですが、今やっぱりね、行くべきじゃなかったかなと思ったりもしたんです。大阪に、もう大阪出る時にももうご飯食べれない状態でぐたっとした状態で、まあ嫁さんに頼むなと、で嫁さんはまあ休みやって、それで夜7時半ぐらいに電話かかってきて、ニコールが息がもうおかしい、それとしゃっくりみたいな、大抵痙攣やと思うんですよ、してるで大丈夫かって。それでまあ何分か経って、まあ、ちょっと落ち着いたみたいみたいな感じやったんですけど、13日の夜8時ぐらいに嫁さんから、電話かかってきて、まあ、泣きながら、まあ、ニコルが、ごめんなさいね、こんなもん配信するなって思うけど、やっぱり一人でも多くの人にこの子の存在を知らせてあげたいし、俺自身もそうやし、それでこれ見てくれてる、視聴者の方、僕のファンがすごくニコールを心配してくれてたんで、すごくその、感謝もありまして、今これ横に、寝てるように、います。それでなんとなく俺予感してたんです。俺は、14日の月曜日に大阪帰ってきて、で病院連れて行ってどんな状態これからっていうことを話をこの子を連れて行こうと思ったんですよ。でもその前後にもう長くないなと、無理かなっていうのがなんとなく感じてて、で俺ほんまにこの子は何回か部屋の片隅とか誰もいてないところに行こうと行こうと何日間か、それ死にに行ったんやと思うんですよ。それでこの子俺が舞台に、でうちの奥さんも大丈夫やと思ってちょっと買い物に行って、帰ってきたら亡くなってて誰にも見せたくないっていう気持ちで、この子は一人ですっごいこの子偉いなって思う。俺にもそんな姿というか、一人でごめんなさい、俺なんでこんな配信してるんやろ。いつも俺が不穏な状態で仕事のことで悩んだり、アルバイトのことで辛かったり、
ネタが受け方を変えていたら、いつもこいつは俺の気持ちをすごく分かって横にポツッとって下から見上げて泣く。こんな優しい子、うん、だから一人で今本当に寝てるように、ごめんなさいね。それで嫁さんがこうやってニコルの好きな鰹節なんですけど、シャカシャカと俺らは呼んでるんですけど、そんでこれニコルのお母さんの、もうこれしか写真とかないんで、ちびちゃっていう去年7歳で亡くなったこれ置いて、そんでまあ嫁さんがね手紙を書いてニコルに、ディアニコル、ポチャポチャ丸顔で愛らしく本当に優しく、いつも思いやりのあるニコルは私は大好きです。最後まで強く生き抜いた姿は一生忘れないよ。また会おうね、安らかに幸せになってね、愛してるよ、ゆかりと。本当に俺の嫁さんもすごく、もうお姉ちゃんのピーはもちろんニコルのことをすごく可愛がって、なんか俺ら二人の本当に子供みたいになって、俺ら二人が本当に喧嘩とかたまにするときに、いつもこの子が間に入ってきて喧嘩するのが収まったりとかするのもあったんですよ。本当に、それでですね、今からまあ準備というか、葬儀屋さん、動物の葬儀屋さんに連絡しまして、今日の夜8時に、迎えに来る、イコールどういうことかというと、俺一瞬ね土葬したろうかなと思ったの。ある何個か駅行ったところに川があるんです。そこの川岸に、俺そこにニコル・ピケは亡くなったらそこに埋めてあげようって、そんでそこに毎日墓を作ってって思ったけど、それは良くないなと、なんか土に変えるっていうのが一番いいことなのかなと思ったけど、まあいろいろ考えて、まあ仮装してしま、してもらうことになって、明日夜8時に迎えに来るんですよ。でどういうことかって言ったら、家のどっかでその車の中でニコルを火葬するんですよ。で1時間ぐらいで、それで骨となって僕たちに返してくれるという、そういうことなんですよ。だからニコルこちらの方に来ました。再度仏壇も作りました。ニコルはここで眠ってます。ニコ、現在夜7時です。8時に、葬儀屋さんが、迎えにニコルを迎えに来ます。それで、ニコルを手渡して、ちょっとこの近くでその葬儀屋さんの車の中で火葬すると。それでまあ遺骨になって帰ってくるということでございます。ニコ、チャーちゃんと会いやな。
お前はニコルで何が一番思いに残った？分かった。100回に1回私のところの膝に来てくれることをいつも楽しみにほんまやの、お前はピケ担当やからの、100回に1回なんか膝ふーっと膝のところに手を置いて一緒に寝てくれる、うん、毎日ドキドキ今日は来てくれるのかなあと私がゴロン頭抜かしてくれゴロンって言ったらゴロンしてくれたり無防備にほんまやの、抱っこしたらもう勝ちから、うん、無防備もう任せっきりやん、もうそれがもうこの抱き心地がのもうたまらんわの、それがもう抱かれへんと思ったら俺もこれ手紙書きました。ニコルへ、よく頑張ったな、大好き、心から本当に愛してます、また会おうね、パパより、うん、好きと愛してるしか言われへんわ、でもほんまにありがたい、俺らが支えられたの、うん、ほんまに寝てるみたいな、なP も一人で寂しいになるな、ニコにバイバイって、バイバイじゃん、バイバイってバイバイって言っといて、ピーチみたい、パピーチ、ピーチみたい、ピーチみたい、ピーチみたい、お優しさってずっと横って帰ってきたら猫さんの調査やろ、そこ調査ったらびっくりするじゃない。8時です、8時に、葬儀屋の人が迎えに来ます、うん、まあ、そっからね、まあ、車の中で、この家のとか近くで車の中でニコルを火葬するということなんで、まあそこは僕もちょっと動画もう今の心境から言ったら撮れる状態じゃないんで、まあそのうんはちょっとお見せできないですが、うん、灰ができました、今仮装してます、ああワゴンバスみたいなんで後ろ開いたらそこが本当にあの人間のあの仮装するのと同じそこに入れてあげました。はあ、帰ってきました、まだあったかい、うん、うん、立派なんしてくれてね、なんかニコル抱いてるみたい、ニコル抱っこしてるよ、はあ、うん、
帰ってきたな。ずっと一緒な。無事、遺骨になって帰ってきました。本当にね、これ見てくれてる皆さんでニコルのことをいろいろ心配してくださってね、本当にありがとうございました。それと、まあ、今までねニコルと関わってきてくれた人たち本当にありがとう。ニコルは精一杯生きました。で逆に幸せをすごく与えてくれました。うん、なんか、うん、よく頑張ったなと思う。逆にほんま尊敬ですよ。うん、でこんだけ20年以上も一緒にいてて共にしてニコルのその最後の終わり方とか見た時にすごく人の生と死とかいうことをすごく考えさされました。目の当たりにしたし、すごくニコルはかっこいいなと思います。うん、まあ皆さんもちょっと心のどこかでニコルを思い出したってください。ニコルありがとう。どうなってんの？ってなったらこんなんでねすんの？